統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。高知競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、5レースと6レースと7レースと9レースの4つのレースとなります。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、3レースと8レースと10レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。高知競馬、7レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、8枠10番、堂々霧島です。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は、 52%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の78で連帯目安の黄色線を16上回っています一方最低の指数となっているのは2層前の指数の65で黄色線を4上回っています 本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の65で本命馬のピーク指数に対して13下回っています最低指数と同等ですこの馬の逆転の可能性は低いです次に 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の60で本命馬のピーク指数に対して18下回っています最低指数に対しては5下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです以上より他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1400昨年の1月は1200 1400が適距離ですが昨年の7月の紫の丸1700への距離延長で指数を下げています 1600は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が4番手から昨年の1月は後ろからの競馬です先行も差しも良い自在タイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は 36で4位です上がり指数は42で2位ですまずまずの上がり指数で差しが利きそうです以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです 適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は52、52%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 船橋競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは3レースと4レースと12レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは5レースと9レースと10レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。船橋競馬 12レースの本命馬から解説していきます本命馬は4枠4番タイムモーメントですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は67%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは 一走前の指数の82で連帯目安の黄色線を21上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の57で黄色線を4下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 3走前の指数の74で、本命馬のピーク指数に対して、8下回っています。最低指数に対しては、17上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3走前の指数の62で、本命馬のピーク指数に対して、20下回っています。 最低指数に対しては5上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります 指数がピークとなっているところは1走前は紫の丸が16005走前は紫の丸が16001600は適距離です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは1走前はオレンジの四角が5番手から5走前はオレンジの四角が3番手からの競馬です 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は61でトップです上がり指数は39で2位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます適性面のリスクは低そうです以上の分析をまとめますと 他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は67%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです